広島カープで3番山打たれた山本浩二さんとか三笠さんという方がいらっしゃって全然打てないから、うん、ちょうどライオンズと広島が同じ球場っていうか借りて、うん、で入れ替わりで練習するってことで、だから山本浩二さんと広島さんがバッティングされてて、うん、飛ぶ飛ぶすごいので、うん、聞きに行ったの、うん、いくつの時19歳あ19歳おそらく19歳レギュラーになった時かそうそ う, もうレギュラーっていうかもう試合に出してもらって、ねうん、でどうやって打ったらいいんですかって言ったら1、2、3で打つんだって、うんうん、要はタイミングよ、うんうん、合わせなくてしっかりタイミング取ってで そうやって言えるけどもそこまでに作り上げた人たちだから、うんうん、そう簡単じゃないんだけど、うんうん、でも向こうから来るボールに対してどうしようじゃなくて1、2、3で打つそういうリズムを自分の中で作るんだって言うんですよ